数学図形問題、ひらめきが問われる面白い図形の両問です。では始めましょう。三角形 ABC において AB、BC の中点をそれぞれ M、N とし、 AN と CM は垂直に交わっています。 AN と CM の交点を T とするとき、 BD の長さを求めてください。制限時間は60秒です。時間が足りない場合は一時停止をしてお考えください。では解説をします。 ANCM は三角形 ABC の中線なので、点 D は三角形 ABC の重心です。よって BD の延長線と AC との交点を E とすると、 E は AC の中点です。すると三角形 ADC は直角三角形より AC を直径とする外接円が描け、点 E がその中心となり、その半径より AE の長さは8センチの半分の4センチです。点 D は三角形 ABC の重心なので、 BD 対 DE が2対1となります。それにより BD の長さは4センチの2倍の8センチとなります。